がめっちゃドム化してるんですよね。似合わないわけがない、似合わないわけがない。というかむしろトム、このコンパクトで可愛い、なんだかちょっとこっちから見ると鉛筆削りのような、すごーい。え、ドム紫いけるなんてもう何でもいけるやんね。こんな、皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりました、もちろんチューティービー。今日はですね、こちらのアッシマをドムカラーに塗っていこうと思います。まあ、アッシマってさ、ほらほら、これお顔の部分がめっちゃドム化してるんですよね。ということでドムカラーが似合わないわけがない、似合わないわけがない、というかむしろドムということで塗っていこうと思います。今回使うのはこちら、このコンパクトで可愛い、なんだかちょっとこっちから見ると鉛筆削りのような可愛さもあるコンプレッサーを使って塗っていこうと思います。めっちゃ軽いね。ほいほい。エアロクロスクワイエット静音、これオーロックスさんの製品なんですよね。まあ、オーロックスさんといえばこのね、紫が美しい、モチンチュ TV とのコラボで出してくださった充電式エアブラシ、もう発売されたのもだいぶ前なので皆さんいろいろゲットしてくださってありがとうございます。で、まあ再販ないんですかっていう声をたくさんいただいたので、なんとさらに新タイプのバージョン 3.5 でモチンチュコラボのこういうかっこいいカラーをちょっと作ってもらっています。いや、まあもうボディはもちろんこの紫なんですけど、さらにこのバッテリー、バッテリーがね2つつくんですよ。2つつく替えバッテリーにですね、この裏側、このバッテリーのこの裏側にもうケンチュのロゴをドドドンと入れるというちょっとスペシャル版になってます。私が欲しいわ。まあ現在あとちょっとで出来上がるかなっていうところまで来てるので、あの続報はお待ちいただけたらと思います。さてと、で今回使うのはこちら、もうね軽くてこうやってひょいひょい持ってますけど、このエアロクロスクワイエットちゃん、なんか可愛いね。これがですね超売れてるらしくて、なんかどんな機能かというと、名前がクワイエット、あのさ、よく中学校の教科書とかに Be Quiet ってあったじゃないですか。発音よろしくないかもしれないけど、なんか静かにしてみたいな感じの言葉を習ってると思うんですけど、そうそうそう、音が静かなんですよ。どこまで静かなんだろうね。まあ後々ちょっと動かしながら検証していこうと思います。付属品はこんな感じになってます。これね、ハンドピースも付いてくるセットになってるんですよね。まあこれを買えばコンプレッサーもハンドピースも付いてくるっていう、すぐに塗装できるようなセット内容になってます。他にもハンドピースをつなぐホースだったりとか、これ多分水抜きだねがついてたり、これ多分ね、あったあったあった、こういう上に乗っけてハンドピースをこう立てれるようなスタンドがこうやってついてたりとか、あとはまあ電源アダプターがついてる感じになってます。まあね、一番気になるのはクワイエットですから、どんだけ静音なのかだと思うので、ちょっといろいろつなげてね、音を聞いてみようかなと思います。つなぐのも結構簡単、あ、なんかもう見たままつないだらつなげる感じになってるうんうん、あ、でもあれだ、水抜き入れたい人はここに挟む系か。ハンドピースの下側にこの水抜きちゃんをちょっとつけて、確かに晴れの日とかは全然いらないんだけど、あるとね結構持ち手として安定したりするから、結構関係なくつけっぱなしでこうやって握り込む時にこう持ちやすいのよね。なのでこのままつけて使う方が結構おすすめだったりします。雨の日とか急な、こう最近急な雨多いじゃないですか。そういう時もちゃんとつけ忘れがないので、でもいいかな。ハンドピースの先をねちょっと外すときに使うレンチもあります。じゃあ早速スイッチオン。え、めっちゃ静かっていうか、これ、あ、そうか、エアが抜けていかないからか。静かすぎ、ね、静かすぎ。これエアコンの音よりちっちゃいんですけど上で鳴ってるエアコンのノイズの方が圧倒的に大きいんですけど、まあね、今置いてるところが机の上だからかろうじて音が聞こえるかなと思うんですけど、こんな感じ、こんな感じ、ちょっとめっちゃ寄せて、聞こえる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 、え、本当にこれスイッチ入ってんのかなって思うぐらいの静かさだよねびっくりびっくりびっくり。こうやって今接続した状態だと、ここでもうエアがいっぱいに満たされた時にこう自然に止まるので、動いてんのかなと思うぐらいなんですけど、ちょっとこうエアを出せばね動いてるわ。めっちゃ静か。
マジスイッチ入ってないかと思ったわ。すごいね。え、今この動作音ってどれくらいなんだろうね。公式サイト見てくるわ。25デシベル。え、25ってどれくらい。あ、へー、こう鉛筆の音をサラサラ書くじゃないですか。その音が30デシベルらしいので、いや、マジそれ以下ってことだよね。これめっちゃ静かだわ。すげえな。あー、でもこれだったらほんと怒られんで済むやつじゃない。これよくさ、エアブラシの悩みで聞くのが、このなんかウィーンっていうこの動作音が大きすぎて、こうなんか仕事から帰ってきてから夜塗ろうとか、あとまあ家族がいるところであんまり音出すなよって怒られてたりとかみたいな気を使ってる方々は、これはね、全然お隣さんとかにも迷惑かからんし、振動もそもそもないよね、ほぼね。これだったらなんか家族に内緒でとまあ怒られると思うから、まあ言ってもほら全然音しないでしょって言いやすい感じのクワイエットな感じだと思います。そうよね、悩みだよね、みんなのね。そうよね。いや、でもすごい、ほんと夜中とか使っても誰にもバレなさそうな気がする、これ。いや、さすがクワイエット、静音っていうだけありますな。はい、こんな感じでバラして塗装準備ができたところでですね、まあ、クワイエットって言うじゃない、どんだけ静かなのっていうのは分かったんだけど、実際どれくらい吹けるのか、音が小さいイコール圧も弱くて結局使い物になんないんじゃないのってところが多分みんな気になるところだと思うので、早速ね吹いて試してみようと思います。で、そこで今回はですね、じゃーん、メタリックが吹ければ正直何でもいけるだろうということで、しかもそのメタリックの中でも粒子が究極に大きめで 0.3 ミリ口径でちゃんと圧がある方が安定して吹ける、こちらのド紫を使って塗っていこうと思います。最初からもうクライマックスみたいな感じ、まあ、本当にド紫ってこんな感じでもう粒子の大きさが目でも捉えられると思うんですけど、一個一個が大きい作りになってるんですよね。なのでこれが吹けるわ、全部吹けるでしょ、うん。で、まあ、エアブラシ初めて使う人にこういった塗料類を薄めるときは、これはラッカー系の塗料なのでラッカーの薄め液、水性だったら水性、エナメルだったらエナメルみたいな感じでそれぞれの希釈するための薄め液っていうのがあるので、これを使って少し薄めて使っていきます。で、今ここにですね、こんな感じで、これだいたい1対 1.2 とかぐらいで薄めているものになります。塗料によって薄め具合っていうのはいろいろ違うので、調べたりしながら自分の吹きやすいように使ってもらえたらいいかなと思います。そしたらここ、このハンドピースっていうこの金属の部分のここにカップというですね、塗料を入れれるところがあるんですよ。で、新品で使うときはちゃんと動作がうまくいくかなっていうのをチェックするために、こういう薄め液だけとかで一回拭くといいと思います。ほんと静かだよね。もうこっから先さ、この五感ブースちゃん動かしてしまったらもうそっちの音しか聞こえんと思うんやって。もうこの子の音とかどこ行くか、どこ行くぐらい何の音も聞こえないと思うんですけど、すべてこれ五感ブースの音ですので、切って動かしてもこんな音ですよ。こんなもん、ほんとに静か。前ほんとにいろんなコンプレッサー使ってるけど、ここまで静かなのほんと珍しいので、いや、すごいですね。では拭いてるうちにわかると思うんですけど、結構ドバーっとしぶきがちゃんと出てくれるので、これは余裕な気がしてる。で、置いとくときはこうやってこのスタンドを使って引っ掛けながら、で、塗料を入れていきます。薄めた方ね。で、入れる時も半分までにしておくと動かす時にこぼれたりしにくいので、これぐらいにしとくといいかなと思います。よし、じゃあ試します。あ、で、ここで私はこれつけない派なんですけど、この蓋をつけてやってもいいんですけど、私これ洗うのがめんどくさがりなのでつけずにいつもやってます。なのでちょっとポーチ、好みで、好みでお願いします。じゃあ拭けるのか行ってみましょう。よ、余裕じゃん。あー、すごい、ちょっと感動だ。
だけど、この静かさで、ど紫余裕とかも全部いけるでしょ。マジテンション上がった今。やばいね。え、だってこんなふわっとちゃんと出てくれるんだよ。すごーい。え、ど紫いけるなんてもう何でもいけるやんね、こんなんね。いや、マジですごいんですけど。え、余裕の塗り味。え、すごい。え、すごいんだけど。まあ、一層目なんで、発色がまだですけど。てか、普通に塗れるな、マジで。え、普通に塗れるってすごいことよ。いや、マジ塗れてる、やば。本当にすごいと思うんだけど。え、だってこの、まあ、ほぼ互換ブースの音で聞こえないと思う。聞こえないほどの静かさなのよ。なのに、これ普通に濡れてますからね。いや、すごい。いや、すごいわ。こんなパワーあると思ってなかった、正直。すいません、ワンロックさん、思ってませんでした。本当にびっくりしてます。すごい。え、マジでか。マジでか。いや、すごいな、やっぱ。え、やば。静か。まあね、私は五感ブースっていう、すごい吸い込みがいい換気ブース使ってますけど、そうじゃなくて、ベランダでやったりとか、あとコンパクトのね、塗装ブースとかを使ってる方は、よりね、この音の良さを、静かさを実感できると思う。ほんと。え、すごい。え、もうサラサラと。で、終わったらここに置くと。え、サラサラっと。え、いい、いい。ほら、このギラギラの、デカデカ粒子の、ど紫を、さらりと塗ってしまいました。これはすごいね。え、やるじゃん。ほんまにすごいと思う。で、バーって吹いてるんですけど、これ実は、このコンプレッサー、切り替え式で圧が変えれるらしくて、でもめっちゃオシャレでさ、この本体の、この外の金属部分をタッチすると、これ変わるんですって。で、変わると、こうやって圧を変えれるから、ワンタッチで、よいしょ。これやって楽しめるらしいんですよ。で、3段階あって、で、このワンタッチで一番弱いのが 0.065MPa。で、真ん中が 0.074MPa。で、一番強いのが 0.085MPa らしいです。でも、こんだけね、吹ければね、困んないよね、マジで。オッケー。まあ、じゃんじゃんバンバン塗っていきましょうかね。今回は、こう、サフもなしでガンガン塗ってるんですけど、こんだけね、粒子のでかいメタリックが吹きちゃってるので、正直サフも楽勝だろうし、普通のカラーなんてもっと楽だろうし、他のメタリックもね、サラサラと吹けるんじゃないかなと思います。いや、いいね、本当に。いや、もうさらっと。さらっと吹けるし、こうね、圧も指で調節すれば全然いけちゃうもんね。あ、そう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 。初めて、こうね、エアブラシを買うって人も結構いると思うので、簡単に説明しておくと、このハンドピースが 0.3 ミリ口径のダブルアクション。まあ、一般的にみんな初心者が買うというか、最初に1本買っとけば何でもいけるよっていうような子なんですけど、今こうやってやってるみたいに、全開に引いて、バーっと、ベタ塗りでね、一気に塗るっていうのももちろんできるし、この指の引き具合、ここのね、なんかこう倒れるんですけど、この倒す量を手前に戻すと出る量が減るんですよね。で、減らして拭いたりすると、こう細かい奥まったところとかをこう狙うときに、ちょっとね、圧を弱めたいとか、細い線を引きたいなってときに前に戻すと調節がこうできるんですよね。で、でもまあ今はベタ塗りなので全開でガンガンでね、拭けばいいと思うんですけど、そういう風に指で拭く量とかを調節できるようになってるセットですね。だからこれがあったら困らんってことだな、ほんとね。うん。こう、薄く弱くして拭いたりとか、っていうのができるようになってます。よいしょ、すごい適当に塗っててもこんだけ綺麗になってくので、いや、 やっぱヘアブラシはね、なんか塗り始めるまでの準備とか、こうクリップにつけるとか手間はかかるんですけど、やっぱやり始めるとね、楽しいがめっちゃ詰まってるよね。あ、これあれやん、クラウン型になってるやん、ここ。
これハンドピースのここ先の形がクラウンって言って王様の冠みたいにこうギザギザした形になってると思うんですけど、これって空気の逃げるところが作られてるのでこの中で吹き戻しっていうのが減るんですよ。なので細拭きする時もこう空気の調節をしやすいのでうまくね線がね細かいのを拭けたりとかっていうところもいいところですよね。でも珍しいクラウンでついてるのすごいですね。こっちももちろん加工が大変なので、いいパーツついてますね。っていったらここまでですね。この下かこの空気のアジャスターがついてるんですよね。なのでこれを閉めると空気の量を調節することができるので、ここでもまあ細く拭きたいなっていう時はこれちょっと閉めちゃって、これねめっちゃ空変わるんですよ。こんな変わるんですよ。そう、全開に引いてもこんだけしか出なくなったりとかするので、ここでちょっと緩めて、今全開に拭きたいから緩めてますけどっていう風に空気を調節することもできるので、あの指で調節するのが難しいなって時のサポートがねついてるのはすごいありがたいんじゃないかなと思います。はい、一色ド紫塗れました。いやもう全然余裕だったよねってことにびっくりしつつ、まあ何色か塗ろうと思ってるので、この中綺麗にしてからですね、こちらの黒を塗っていこうと思います。ドムカラーですから。そうで、これ洗う時は中身を全部こう出し切ってもらって、今度は薄め器じゃなくてこういうツールワッシュ、ツールクリーナーというちょっと強めの溶剤を入れていきます。でこれを入れてだね、うがいっていうのをするんですけど、ブクブクうがいをするときにさっきここがクラウンだよ、なんかこうギザギザになってるよっていう話をしたと思うので、普段多分ねうがいをしてる人はここをこうやって押さえればいいと思ってるんですけど、これだとね空気抜けちゃうんですよ、これ穴が開いてるから。なので今回はこれ緩めます。前を緩めるとここで逆流してくれるので、こんな感じでこのブクブクブクっとうがいができます。うがいをすることによってこの先端とかにちょっと残っている塗料の粒子とかをかき出して、で薄めて外に出すってことができるので、これしっかり1分とかやってもらって、はい、中身をこうやって全部空っぽにしたら、今度はまた入れてもらって、もしあれば使い古しの筆とかを使って中を洗っていきます。結構バシバシの筆とかがいいよね。柔らかい繊維のとかだと中に残っちゃうことがあるから、こういうとこ洗っていきます。でまたうがいをしていきます。緩めて外れない程度にしたらブク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 と、これを何回かして色を入れ替えます。まあ、うがいが終わって綺麗になったらちゃんとここ締め直して次の色を入れていきます。ピュアブラック、これも1対1ぐらいの薄め液で薄めたものを使っていきます。でカップに入れて半分ぐらいね。よし、これで色替えが完了しました。今回はですね、すごい粒子の大きいものを使ったのでしっかりめに洗ったんですけど、白色から始めて薄い色から順に濃い色に塗っていく分には多少残っていても次の塗料の方が色が濃かったりして、意外と軽く洗うだけでも問題なく使えたりするので、なんかそういう塗り方の順番とかも考えれるといいかなと思います。よし、そしたらブラック、ブラックでこのオレンジ部分をねちょっと消していきましょう。濃かったかもしれん、塗料が。なんか塗料が多いとこういうカリカリカリみたいな音がするんですけど、でもそれでも拭けちゃうほどの圧、なかなか強い。いいね、サラサラっと圧があってこう調節しながらね塗れるっていうのはすごいいいですね。楽ちんですね。いい感じよ、すごく。
いいねー。林島が全部濡れました。このキラキラしたド紫でさえ余裕で濡れちゃう感じだったので、いや、パワーはね全然問題なかったですね。怖いやつさん、なかなかやります。よいしょ。お、稼働が多いので、よいしょ。てってれー、ドムじゃん。え、めちゃくちゃドムやん。なんか足元がちょっと細いのであれですけど、うん、いい感じに濡れたんじゃないかなと思います。いや、いいね、やっぱ好きな色に塗るといいね、かっこいいね。いいじゃん。やっぱエアブラシってね、簡単で面白いんですよ、本当に。よいしょー。まあ、ということでですね、今回はこちらのオーロックスさんのとても静かなエアブラシとコンプレッサーのセット、エアロクロスクワイエット、静かに、静かに、を使ってみました。いかがだったでしょうか。まあ、ひたすら静かで、本当に音が聞こえないほどで、コンパクトで軽くてっていうので、ほんとひたすら静かで動いてんのかなって思うぐらいだったんですけど、ちゃんとこのド紫が濡れるほどの圧はバッチリあって、でここワンタッチで圧も変えれて、サフでもメタリックでもベタ塗りから細拭きまでいろいろ使えそうなコンプレッサーでした。まあ、何よりこの静かさがねいいですよね。今回まあ晴れの日に塗装しているので、このエアフィルターあんまり活躍するところがないんですけど、これ何のためにあるかというと、まあ、雨の日に塗装すると、こう吹いてる時に水が被っちゃう、なんかプシュって水が出ちゃうことがあるんですよ。まあ、湿気を含んだ空気っていうのが、そのままここを通ると、まあ、水が出ちゃうってことなんですけど、このフィルターの部分を通ることによって、その湿気をここで溜めて吸ってくれるので、安心して使えるかなと思います。ちなみに重たいなと思ったら、まあ、ここくるくるくるってこうやって外せるので、外してもらって、まあ、晴れの日とかはいらないので、まあ、お手軽にこっちだけをこうつなげて使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。ちなみにここの径が、一般的なハンドピース、エアブラシで使われている8分の1径っていう形のものなので、まあ、例えばそのうち他のメーカーさんのシングルとか買いましたとか、トリガー買いましたっていうので増やした時も、これちゃんとね、くるくるくるっとつけてもらえば、付け替えて使うことができるので、まあ、後々買い替えなきゃなんてこともなさそうです。ハンドピースにしてもいろんなところにね、調節するアジャスターもついていて、これ1個でね、結構いろんな機能も試せるようになってまーす。ちょうどね、再販されたばっかみたいなので、気になる方は概要欄からですね、ぜひチェックしてみてください。また最初にお伝えした無顕著コラボの充電式エアブラシの進捗だったらまたお知らせするので待っててください。なんか静音って探してたなっていう方、ぜひ試してもらえたらと思います。なんか良さそうだなと思った方、グッドボタン押しといてください。ということで、以上無顕著 TV でした。またね、バイバーイ。